はい、どうも、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv、 お届けするのは佐久間ゆうごです。今日も暑いですね。こちら千葉県旭市 JR 日形駅から徒歩30秒ほどにございます。手作りアクセサリーの店ラスタ、こちらからほぼ毎日、時にはサボりますが、人生に役立つ情報を配信しております。今日も一緒にお勉強していきましょう。教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。ということで、人生丸ごと青春時代に変える方法から、今日のお題は、失敗のことを考えるくらいなら、成功することを考える、こちらのお題を今から読んでいくぜ。暑いからちょっとテンション高めで。はい。失敗したらどうしようと心配することがあっても、成功したらどうしようと考える人はなかなかいません。失敗を心配している人ほど、失敗した時の準備を始めてしまっています。失敗した時のことを頭の中でイメージトレーニングし、そうなった時のことばかり考えてしまっています。失敗を心配したら、すでに一歩、失敗に近づいているということです。イメージには現実に近づけてしまう力があり、考えるほど本当にそうなります。失敗したらどうしようという人ほど失敗しやすくなるのはそのためです。考えるほど現実になります。そこで考え方を変えてみましょう。失敗した時のことを考えるくらいなら、成功した時のことを考えるのです。成功のことを考えていた方が成功する確率は高くなります。オリンピックの選手は皆試合の時はイメージトレーニングを大切にしています。実際に自分のイメージを現実化するように、試合の前に頭の中で先の試合を行っています。また自分が勝っている時の姿も想像しています。自分が勝って喜びに満ち溢れているところを想像しているために現実になるのです。心配は失敗するために使うくらいなら、成功した時のことに使いましょう。勝った時にはどうしよう、成功した時はどうしようと考えるほど本当に現実になるのです。今日の格言、失敗のことより成功のことを考える。そう、イメージってすごい大事ですよね。思考は現実化するみたいな、本当に鮮明にそのことをイメージしていると現実になるみたいなね。不思議ですね、人間の脳と体っていうのは。自分も学生の時とかサボりたいなとかと思って、ちょっと具合悪いんで風邪ひいてますみたいな感じで、わざと咳したり鼻すすったり、風邪ひいてるふりをしていると本当に風邪ひくみたいな、本当に熱が出ちゃうんですよね。あれは不思議。思考が現実化する。イメージが現実する。見えないものが形になって現実に現れる。思考は目には見えないけど、現実の世界には、これ以上言うのやめとこう。長くなるから。はい、ということで、イメージは大切。確かに失敗を、スポーツ選手で失敗してるイメージして試合前に臨む人はいないですからね。何事も自分が将来どうなってるかな、いい暮らしをしてるか、体は引き締まってるか、健康でいるか、そういういいイメージを持って寝る前とかに、イメトレして目を覚ましたいですね、次の日に。はい、ということで本日はこの辺で、長くなっちゃったですけど、ドロン！